こんにちは、美由紀太郎です。今回はみずほ銀行が2021年1月から70歳未満の顧客が新しく口座を開く際に通帳の発行を希望した時に1冊1100円の手数料を取ることに決めたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回はみずほ銀行が2021年1月から70歳未満の顧客が新しく口座を開く際に通帳の発行を希望した場合に1冊あたり1100円の手数料を取ることにしたと。同時にスマートフォンなどで見られるデジタル通帳の提供をはじめ、紙からデジタルへの移行を施し業務の効率化を図るということで、新規の口座開設時だけでなく、その後も通帳を繰り越しで追加の発行を受ける場合は同額の手数料がかかるということで、すでに口座を持っている顧客は有料化の対象外で、今後も繰り返しには無料で通帳を受け取れると。毎年1月末時点で1年間以上記帳がない通帳は自動的にデジタルに移行するが、その後に紙の通帳を希望する場合は無料で提供されるということで、70歳以上の顧客もスマートフォンの利用率が低いことなどを考慮し、紙の通帳が無料で配られると。今後は顧客には原則としてデジタル通帳を提供し、紙の通帳は希望者のみの発行となる。デジタル通帳は入出金の履歴を最大で10年間分確認できるなど利便性を高めたということです。ですね。客観的な意見としては、通帳がないとその人が死んだ場合、家族が預金の存在を把握できず、結局残った預金銀行のものになる場合が多くならないか。みずほに限らないが、店舗のある銀行は各種手続きの時に来店を強制するのは本当にやめてほしい。その前に無駄な事務作業を減らすとか、もっとまだまだやるべきことがあるはずといったことが多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、金利も減って、で、紙の通帳にする、その時に手数料を取る、銀行から、お金を下ろす時に、時間外であれば、手数料を取る、銀行を3時に閉まる、以上の点、クソみたいな感じですね。あと、銀行の業務って基本的に別に専門的知識いらない人でも務まる箇所が多々見られるので、まあ廃れるんじゃないかなっていうのは個人的に思いますね。銀行っていうか、デジタル化図るんだったら別にネット銀行でええんじゃないってすげえ思うんですけど、ネット銀行の方が店舗に行かないし、もともと通帳もないし、で、しかも金利高いんで、だったらネット銀行でええやんってすごいなりますよね。普通に銀行がいい点は、通帳あって、で、窓口あって、で、いろいろ対応してくれるといった点が、ネット銀行との、違いだったんじゃないかなって思うんですけど、こういう感じで、参入なのか、瞑想なのかわからないけれど、そういった形でやってくると、本当に、今も廃れてるんですけど、さらに廃れるのが加速するんじゃないかなってすごい思いますね。もしこれ嫌だったら、2021年1月までにみずほ銀行の口座を新しく開いた方がいいんじゃないっていうのがそう思いますね。で、今回は、2021年1月以前に紙の通帳にした人は大丈夫って書いてあるんですけど、それがいつまでかとは書いてないし、もしかしたら数年経ったらもう全部手数料取りますっていう形になる可能性もあるので、何とも言えないんですが、今の時点で一応口座持っておきたいかなと思った人は2021年1月前に口座持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。俺持ってたかなと思って、もし持ってなかったら口座開こうかなって思いました。はい。ということで、今回はみずほ銀行が2021年1月から新しく口座を開いたら通帳1冊あたり1100円
手数料を取ることに決めたことについてお話ししていきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。